じゃあよろしくお願いします。ですね、今日は数学 3C が苦手な子のためにですね、難しいグラフの簡単な書き方ってことで秘訣を伝授したいと思うんですよ。よく数学 3C の問題でこのグラフの外形を書きなさいって問題やりたりとかするじゃないですか。そしたら微分しなきゃいけないとかっていうふうにね、すごいみんなテンパるんですけど、微分しなくてもね、大体グラフ書けるんですよ。ってね、衝撃って早く教えてって思うでしょ。じゃあちょっとコツを伝授するんで覚えてくださいよ。例えば今じゃあ一個例を用意しました。 y イコールログ x 引く x っていうグラフですね。もう画面の向こうでログが出た瞬間にゲーってなってる顔が見えますけども、まあちょっと頑張って聞いてください。いいですか。でログのグラフ分かんない人は数 2b でね、もう一回勉強してほしいんだけど、まあ y イコールログ x 引く x のグラフを書けって言われたらね、部分に分けてほしいです。足し算とかね、掛け算を切ってほしいんだけど、この場合はここにマイナス切ってほしい。このログとマイナス x ってグラフの2つに分けてほしいんですよ。ね、そこを書いておくから、これ x 軸 y 軸に赤の線がログ x のグラフ、ね、ログのグラフっていうのは下マイナス無限大からビヨーンと来て、ね、0、1を通って、ね、この無限大にね、少しずつこう増えていくグラフがログ x。一方で y イコールマイナス x はね、こう4傾き45度でビヤーンと0を取ってビシューンと下まで行くグラフですよねってなった時に、結局ですね、この赤と青の足し算なんですよ。なんで、このグラフで足し算すればいいんです。ここは、めっちゃマイナスだからきっとマイナスだなって言って。で、ここ触ってるさって。でも、二つともマイナスで、まあ、マイナスいくつかな、マイナス2ぐらいかなとか、マイナス4ぐらいかなとかってやっちゃえばいいんですよ。で、ここは赤が0だけど、青がここだから、ここ変わらずだなとかって。で、ここから赤がプラスになるから、ここプラスで、でもこんだけマイナスだから、この辺かなとかっていう風にやって、で、ここプラスで、ここマイナスで、マイナスの方がでかいんじゃねみたいな感じでやっていくと、まあ、こんな感じじゃねみたいな。ふうに、グラフが大体書けちゃう。そうすると、なんとなく問題の見通しがいいでしょ？ってことで、これ一緒です。何でもいいでしょ？ y イコール、例えば、x、sin x ってグラフがあったら、ね、このね、x の部分とね、sin x の部分に分けるの。それで、こうやってグラフ変えて、y イコール x を書く、ピシャーってね、まあ、ちょっとここ通ってないけど、こういうグラフだ。で、sin x っていうのは、ね、こういうグラフだ。これ掛け算ですよ。ね。ここ1だよ。ですね。sinx がね。だから、ここの時は、この値、このままだよ。こことここの掛け算だから、ここがだよね。だけど、この時これ、0だからさ。ね。ここ絶対0なんだよ。で、ここマイナス1だからさ。この値、また反対持ってきてる。ここだよね。で、次ここまた0だから、ね。ここ1だから、ここで。で、次ここ0で、ここまたまですよ、これ反対持ってきて、したら、こう、ちょっと見づらいね。こんなグラフかなっていうのが分かってくるわけですよね。ね。ああ、もうなんか、ちょっとスッキリって感じでしょ？ね。これが、難しいグラフの簡単な書き方ですね。数算 C でグラフの書き方困ってた人ですね。これ一遍やってみてください。すごくね、楽になりますね。ということで、今日はここまでです。以上です。ありがとうございました。